今日の神社は、鹿児島県の、鹿児島神宮、です。昔話、海幸彦と山幸彦、の原型になったお話が古事記にあります。天孫降臨の二義の子で、ほでり、海幸彦、と、ほうり、山幸彦、の兄弟です。弟のほうりは、お兄さんの釣り針を探しに海底世界へ行きます。これが昔話、浦島太郎、のモデルと言われています。その法理が祀られているのが、鹿児島神宮です。毎年2月に約500年の歴史を持つ、初馬祭、が行われます。鈴掛馬踊り、と呼ばれ、馬に鈴や花などで飾り、音楽に合わせて足踏み、踊り、させます。五穀豊穣などを祈願して、馬を連れて参拝したのが始まりだそうです。2022年も2月20日、に行われるそうですので、ぜひお近くの方はお越しください。浦島太郎の、乙姫様、と伝承されている、豊玉姫、も祀られていますよ。ぜひご参拝ください。